疲れちゃんさらです。今日ですね、こちらの京介クローンやっていきたいと思います。はい、ってことで久々のねクローンデッキやっていくんですけども、まあ、このクローンはね、まあ、見てわかる通りユニットがすごい多いんですよね。はい、まあ、クローンデッキといえば基本的にやっぱヤナアメとかね、そう小型呪文も入ってくるんですけど、もうクローンだけです。はい、呪文が。なのでなんだろうな、基本的にクローンデッキはやっぱ呪文に弱い、ヤナアメだったりポイズンに弱いんですけど、まあ、このデッキは呪文に対しては全然強いですね。はい、ユニットがいっぱいいるので、まあ、どっかに対してファイボとかねポイズン打たれても他のところでね攻めれるよと、まあ、いうことで、なんか現環境型のね、はい、京介クローンってことでやっていきたいと思います。さあ、でまあ謎にねこのババ君がいるんですけども、まあ、ババはねもう本当にエレジャイがもう強いので、もうただただエレジャイ用みたいなところはね、あると思いますね。そう、まあエレジャイだったり、まあゴレとかロイジェとか、まあそれに対してはね、非常に活躍します。まあなんか、呪文打たせる要因と思ってもらえたらいいかな。そう、ババにね、ファイボを使ったらホポとか全部残りますし、まあどっかが残る論です。さあ、ということで今回の相手は、スリマスケティア。あ、違う？なんだこれ。あんまわかんねえな。三子っぽいが、マザネクが入ってる。クローンしちゃう。ちょっとダメージこれ稼いどかないとね、危ないんでね。いやでもやばい、これフルカウンターがやばい。マザネクだけやってくれ。ホバやばいやばい。あ、でもこれ来た、最強ババ。マジでババが活躍する。でか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 、いきいき。おお、今日今日よく耐えたよく耐えたよく耐えた。さあ、エリポンのやっぱマザネク、いやでも三重師っぽいハンターとかの枠を三重マザネクにした。いや、わかんねえな。まあ一旦耐えましょうか。そう、呪文ないのであのエリポン無理なんですよ。そう、呪文ないからね、ちょっとやめてほしい、助けてほしい。で、エリアドもやばいから、こんなオーブン置いてる場合ちゃうんよな。さあ。耐えれねえかな。いってぇ。いってぇ。まあ、一時交換、これは、しょうがない気もする。いや、まさにくがやべえ。マジ、なんでまさにくいんのっていう。マザネクだけちょっとね、いや、いい、奇跡的にターゲット取れてる。よしよしよし。いやー、でも痛いなーこれ。痛いが守ればいいだけ。耐えましょう。最後キョスキクローンであのマスキをしばける。てかこれイモれば俺の勝ちだな。もうイモりまーす。よしよいしょ。スケバレあげる。あー、それやだね。消える。いいよ。いや、マスキ痛い。マスキめっちゃ強い。あー、ダメージ追いつかれた。ガチ渋い。渋すぎ。マザネクやばいなこれ。ブーブー生産機が、ブーブー生産がいる。よしよし。いやー、耐えてる耐えてる。ギリ耐えてる。さあ620。まあ呪文お互いないんでね、これ相手もウッド系がないのかな。よしよし、あるぞこれ。いやー、マザネク最強か。あれ、マザネクさえ突破できれば
ワンチャンガチである。いや、ガチでありそう。え？さて、うまい。お願い。真ん中チュチュチュンだけやめて。よいしょ。ああやば。ホバが。ホバが。ホバが奇跡だな、これ。いや、やばくない？だって、エリポーン。まあね、まあ置かれたらもうぶっぱするしかない。で、マザネクがね、マザネクはまして、このデッキも辛いっすね。しょうがない。そう、いやでも、相手のなんか逆にね、ちょっと行ったの良かったっすね。ホバが強かったな、ホバが。そう、まあどっかが行けるんでね。あとバファよ。こいつ、足でまとめに見えそうなんですけども、やっぱ今の環境ね、エレジェムいますし、これ30式系の陸にもね、はい、めちゃくちゃ優秀。ナイス、ババ君。さあ来た、マイケル・ジョーダン、よろしく。最強基地もたな。さあ、バスケ界の最強です、神様です。でもなんか、キョスケプラスのね、なんか攻め方がいっぱいあるのが、このデッキの良さでもあるかな。キョスケ・ホバー、キョスケ・ムート、キョスケ・アチクに、まあ、スケバレ、どっか追加とか。まあなんか、ババとかは基本的にやっぱ、なんだろうな。守りなイメージがあるな。意外とね、HP これ残ったまま歩いていったら、相手もコスト使わないといけないとかもありますしね。意外と良かったりもする。さあ。まあ、一旦形組むか。ウッド使ったな。ちょっと行ってみる。一回だけね。一回だけ行って、あとは相手に任せるわ。うん。よいしょ。ウッド使ったからな。ああウッド使ったからだ、これ。ウッド使うだけでこうなります。ズルです。やば。いや、マジでやばいな、今の。ね、相手もね、普通にカード回しでウッド使ってるだけなんでね。これがまあ言ったら初見殺しと言いますかね。強さ。にーっていう。キョスケムート何ーってなってて。まあ、一旦取れますか。ニコスのウッド咲いただけなのに。まあ今の感じ、ファイボなさそうっすね。ライトニングなのかな。てかまあ、キョスケだったから、ライトなのかな、わかんないけど。蓋しとくか。さあ。フィジカルの鬼、巨大スケルティーン。からの、これなんか、チェクイとかムート出すと、ライト打たれそうなんでね。ああ、いいや、チェクイだ。さあ。俺のムートは、頑張れるね。いい子。さあ、こっからは僕も守ればいいだけで、相手の体育が着衣ザッピーの、キョロイライトなのかな、わかんない。でも、ババ、めっちゃ強そうだな、これ。あと、橋前強で止めちゃえばいいっすね。で、ロイキとも黒本で、黒本で散ってもらおうぜっていう。さあ、最強ババ。まあ、ファイブがあったらまた話が変わるっすけどね。なるんかい。さあ、トリトンもワンチャン来る？うん。さあ、なぜか逆サイドにムートを出して、キョスケの爆破に巻き込んでいく。まあ、逆にファイボってことは分かったんでね。また、圧着で守れば。よいしょ。ちょうどいい？よし。よし。さあ。ファイブムッドも使ったらもう、ババが止まらんよ。オーケー。さあ。まあ、これはもう開始3秒ぐらい。ワンパンゲーでしたね。はい。これもまあ、クロンの強み。さあ、力量スティーブン。強そうだな。中国。プレイヤー。さあ、いや、これもったいないな。リンチ。速度かしだな。まあまあまあ、ウッドで、高回転っぽいね、ディガーウッド。まあ、一旦スケバレ飛ばすか。迫撃か？おい、さあ、迫撃ディガー。まあ、一旦オーブン置いて。いやー、このハイスピー、ズルだな。おー、オーブンを壊してくる。多分、まあ、ファイブカポイズンのバルキリア着衣、ウッドの、そうですね、バルキリア着衣、ゴリゴリ強いやつ引いたな。まあ、これに関しては、もう、ちょっと嫌っすね。ファイブでもポイズンでも両方嫌だな。
さ、2発ぐらい許容か、3発かな。立ち食い衝撃早いからな。さあこれはホバ出してもファイブとか打たれると思うんで、普通にムート出すと相手からしたら嫌そうで、なんならクローンまでやっちゃう。いやうまい、このスケが。お、でもウッド使って京介が届いて、お、これはムートに竹が行って辛そうだな。どんどん追加しちゃおうぜ。おい、来た。しかもこのミラーの透明が、ミラー野郎が頑張ってる頑張ってる。オッケーオッケー、この序盤のダメージガチででかいな。さあ着衣で持って、このあっち食いもね、相手まあファイブウォーエーじゃないかな、そうコース使うで、ファイブウォー来ると思うので、まあちょっと早めにスキルちょっと使っちゃうか。いやー今夜おお470、これまくられるかな、まくられるなんてことあるかな。いや、あるよなーこういうのって。なんかうまいとね、めちゃくちゃうまいとね、まくられるっすよね、こっから。あ、でも俺スケバレの落下届ければいいだけだからさ、持ってんねえなこれ。スケバレの落下届ければ間に合う、なんとかなるっけ。そう、わあすげえ、これなんかやばい香りしてきたな俺。大丈夫か、大丈夫なこと祈るか。やばい香りしてきた。うん、よしよし。いやこれスケバレ相手絶対ファイブ打たないといけないからね、これ結構熱いよ。落下嫌だもんね、うん、そうなんす相手。おお、これタワーにさめり込んでない、あの気をつけ、お願い入って、はい入ってねえかあれ。お、入ってる入ってんのか入ってんのか、どうなんだっていう、このねキラキラの、いやーラッキー。いやいいんじゃない。なんかやっぱクローンってね、その絶対勝てないやんっていう、相手もまあたまにいるんですけど、けども刺さると楽しい、ロマンデッキの一つっすよね。ね、さあ母性金ラバースケラ、うーん、ファイボスケララバ、うーん、これエデジェイはなさそうだな。ロイなんだろうねこれ。遅延スケラファイボ、あーロイファイボかな。マザネク、マザネクがちょっとレアだ。まあスケキンか、スケキンマザネク、はい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 、のスケブじゃなくて墓石型ですね。はい、環境やっぱエレジャイがいるんでね。さあエレジャイも意識してこの形、トリドンで引っ張ってきそうだな。そうっすね、このムームーちょっとうざくない、これだってさババに5打ったらムームー止まんないよね。あーでも棒か、いやーいい墓石だこれ。ちょっとまあ、ファイボとウッドで綺麗に処理みたいな感じ。いや、まあ、ババがいい。ババがいい、ババが。守ったババがいい味出してるぞ。ババ、ババ、お前。お前、そんな優秀だったっけ？ババ、ね。いや、これ、これがね、やっぱあるんですよね。ババ、単体で流れていくと普通に強いっていう。ね。まさかババアがいるとはっていうね、相手も。いや、でかい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 。普通にマザネク発狂だったからな、これ。いや、これ相手諦めたくせえな。いや、ガチでかい。まあ、これがあるのがね、やっぱ、もうババ、ババのおかげだよ、本当に。さあ、ナイス。突撃野郎でしたね、ババちゃん。よし、相手もね、今のタイミングのロイは、これ守れねえだろうって。来たと思うんですけども、ババが いるっていう、いいババだ、ワンパンだ。さあナイス。さあよろしくん、いいよ。こんなになんかババが活躍することもあんまないよね今まで。さあコカッちゃんです、アイスピバレル。
ウッディからの、うん、よいしょ、縦線バルキリー、まあ、テスラかインフェのコカッちゃんですね。まあ、コカッちゃんはね、まあ、嫌ですよね、間違いなく。プリンを処理できないんでね。両サイドですかね。まあ、キョスケホバで形組んだのと、まあ、逆サイドのアチャクイとかがね、いい感じになればいいかなーっていう。インフェじゃなかったらいいな。さあ。家庭。からの、さあいい、これちょっといい流れだな。相手のゴブリンバレルもう守れないですね。守んないぐらいがちょうどいいかもしれない、うん、オーブンで守る。さあ、まあ、キョスケ、いて、オーブンチクチク、オーブンチクチク。まあ、このインフェもな、しゃあなし、さよならして。まあ、こっからっすね、ガチで。ケツバーバー。プリンしてくんだな。あれ、相手電波これ今完全電波か、か端前プリンしたの僕が、なんだ、圧着で受けて圧着に対してとかのコストがなかったとか。いや、そんなすごいことある？いや、わかんねえな。多分枯渇はね、結構きついっすね。まあ、ゴブリンバレルどっかで無視してホパとかムートぶっ刺せば、まあ、圧着とか相手はきついかなっていうので、まあ、なんかラッキーでしたね。なんだこれ。さあ来た YT、 よろしく。みんな YouTube やってんな最近。ラバって書いてんね、これ。ラバってラバって書いてるよ、これ絶対。なラバ使いっぽいので、おー、ラバルの方だな。しかもこれザップなんで。さあガゴラバルファイボってことは、おー、そこにファイボ使ってくれる。これどうしようかな。なんか俺の思考的にはこれもうババクローンしたらさ勝てる気がするんだけど、どんな、そんな甘いもんじゃない。よいしょ、いや、うまい。いやー、いいザップや。さあ、このババ対ババのシーンを見ることがあんまないから、ちょっと、びっくり。さあ、ラバルのファイブザップのババともう一個リクが、まあ、墓石か、縦線か、バルキリーか、極まれにマイキー。うん。オーブン先置き去ったら渋いかな。いや、そんなの関係ない。行こう。さあ今日スケバレでガンガン行こうぜっていう。よしよしよし、ガンガン行こうぜ。よし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 、ガンガン行って防衛は後からでいいんだよね。防衛は後から。いやー、もう一個攻めてもよかったかな。まあいいや。うん、圧着のスキルでさ、できるだけ耐えれねえかな。強っ。あ、全然耐えれん。これもうちょいなんか攻めなかったな。じゃあ思った以上に耐えれんかったな。間に合うよこれ。うわー、ここの真ん中ムートしたら今天才だった。なぜしない、俺バカだな。やればよかった。うん、さあこれは形組み組みか、形組み組みしてあの一旦あのブッパ、一旦ブッパタイムだよな、これ。あんま考えるなっていう。
あんま考えるな。感じろタイプで、うん、やってこう。さあいいよ。さあザッ、でもいいよ。ムートがよしよしよし、考えるなタイプだなこれ。よしよしよし、考えるな。でオーブンは無駄だけど出しとこうか。これさいいんじゃない、流れは。めちゃくちゃいいよね多分。いやーどうなんだめちゃくちゃいい気がしてたんだけど。相手のなんか守りがうめえな。うまいよね。さあ落とされる。うまいよね。ちょ一旦ガチで。よくないと分かってはいるもののやらさせていただく。ちょっと今ね、うわー待って、攻めたいタイミングだったんだよね。めっちゃ綺麗に守られてる。さあ、あとは着衣に祈って。やばい、エロくねそれ。いやでも残る。よし、エロいな。メガゴ当ててくんなあれ。クローンして、これもう実はキングを狙ってるみたいな。お、マジでマジでキング折れた。オッケーオッケーオッケー。さあとりあえずね、クローンしとけばいいことがありますよと。いやクローンマジ楽しいな、決まるとね。さあということで、こちらね、京介クローン決まると楽しいんで、皆さんもやってみてください。よければチャンネル高評価もお願いします。ではお疲れ様でした。またね。